旅人の奇妙な冒険、まだ次の章は出ないんだろうか。ああ、もう待ちきれない。まさか本当に無月の夜にあんなものが現れるなんて。あ、あの夜陽光山の頂上に黒くて大きな雲が現れたよな。でも本に書いてあった方法で願い事をしても何も起きなかったけど。だな、娯楽小説は所詮娯楽小説ってことか。あれ以来小説に書いてあるおまじないが全く入らなくなったよな。でも旅人の奇妙な冒険ならきっとまた新しい何かを生み出してくれるはずだ。あれ、ミコがいないぞ。店の外にいないってことは先に入ったのかな。店の中を探してみようぜ。わっぱよ、来たか。ミコ、なんでオイラたちの到着を待たずに食べ始めてるんだよ。それはナンジラがおごってくれるからに決まっておろう。一番高い料理と一番うまい酒をタダでいただけるんじゃ、いても立ってもいられなくなるのは当然じゃろ。店主、この二人を覚えておくんじゃぞ。会計はこやつらが持つ。あいよ。どうしたんじゃ二人とも、早く席に着かんか。これを食べてみよう。西来島の近くにしか生息しない魚じゃ。釣れた後夜通しで稲妻城へと運ばれてきたものじゃ。とても新鮮じゃぞ。もしくはこれを飲むか。こんな高級な名酒、普段では飲むのも惜しい一品じゃぞ。もちろん酒を飲まなくてもよい。果汁もたくさんあるぞ。どの値段のものも一通り揃っておる。おい、ミコ、ひどいぞ。前にここで原稿を書いた時はただの串焼きしか食べさせてくれなかったじゃないか。ん？そうじゃったか？はあ、それが何じゃ？この間わらわにおごると言ったのは何じらじゃったろう？それに、わらわのような気品をもてなさぬのは心が痛むことじゃと思うが。でも、これってすごく高いんだろ？オイラたちが払えない可能性とか考えないのか？それなら大丈夫じゃ、問題なく払えるぞ。わらわたちが以前書いたあの小説、近頃また重版しての、何時らの原稿料もたんまりと入ったのじゃ。なんだって？まさか。あの時の表情、オイラたちを騙すためだったんだな。何時らの今の姿、実に滑稽じゃぞ。ああ、そうじゃ。この前の無月の夜、願い事をしても何も起こらなかったから、まじない系の小説はもう流行らなくなったそうじゃ。じゃから、旅人の奇妙な冒険の最新章は、新しい案を考えなくてはならぬ。締め切りはもうすぐじゃ。頼んだぞ、先生。そうしてくれて感謝する。今日は実に楽しかったぞ。そういえば鳴神大社で行った修礼儀式を A も見ておったそうじゃ。まさかあの頑固頭から手紙をもらう日が来るとは。まあやりすぎじゃったようで、
くどくどと文句が書いてあったのじゃがな。はあ、別に良いじゃろうに。みんな楽しかったんじゃから。途中なら私に言ってちょうだい。